高円寺のリンゴさんと我らがミモちゃん、ミモちゃん、リンゴさんも相当頑張ってたからな今日。これどうなんだろうね、いぶきみんな、いぶきの人やっぱみんな誠つらいって言うんだけど、誠がつらくない相手っていないだろう。うわぁ、つながんの。いやまあつながるけど、溜めたのがアホ。一応なんか誠が中継がやっぱいぶききついって話聞いてて、わかんねえな。ダッシュ逃げっティアが強いらしいよ誠の。あーなる、そっか、それもしいろいろ引っかかって痛いらしいで、あんまりいぶき側も対策がないんだって。あとそうだ、さっきリンゴさんが言ってたけど、今みたいに誠が上から来ると対処ができないっていうのは、それに対して伊吹が、まあ、孫と飛んだの見て早出しの風切り、はあはあ、そうだよね、早出しの風切りすごい強いよね。で弱でやればもしブレられても、はあ、まあ着地した後でほぼ五分状態、はあはあはあ、まあ孫とが B 有利っていうらしいんだけど、見どころとしてはミモちゃんの中盤ブローラーズ EX 吹き上げ、あ、やっぱそう、あれが何回見れるかで、あれで数々の息吹を折れさせてきた折ってきたミモちゃんは、あとあれかな、なんかね、神戸砕きくぐって正中線狙ってるらしいよ最近。なんかずーっとやってるよね、神戸砕きくぐろうとするっていう。あれじゃ、あの去年の彦根杯の時やったやつでしょね。しかも負けそうだしな。あ、でも弱にしておくわけで、おー位置取ったリンゴさん先にポーン。まあどのあたりで吹き上げ使うのか、いやね、伊吹側ね、誠に対して結構いけるはずなんだよな、見てると。でもなんかダメージのあれが感覚がやっぱ違いすぎて。そうだね、これだけのあるのがやっぱでかいよな。うわすげえな。今さら今駒投げ、打撃投げあるからな、伊吹も。前ぶら潰しがあるのはやっぱり。伊吹結構触ってくるイメージがあるけど、それにブラと行こうとした時にライダーが置いてあるのがすごい大変だよね。あー、キャラ対始まったか、これ。ゲージ溜まったから。うわー、そこでマスク吹き上げ。これ伊吹の最大。でもさ、吹き上げって正直ダメージそんなないんだよね。今、聖中出せる場面だったけど、あえて出さなかったっぽいね。わかんね。こうやって見てやっぱ一定の距離保ってんのかな、ミモラは。でもさ、ライダーって側の人は聖中確定だろ？確定。リバーサーじゃなくても確定みたい。基本届くもんね、あれ。うん。多分2キャラ分、あるんじゃないかな。うわ今のそれあれ前行けるんだけど引っかかっちゃったわ。うん、まあ下りでリブキも攻撃出せるからね、むずいよね。でまだ1試合しか見てないけどね、カラクス当てる場面があんまなさそうだな。そう、あんまない。伊吹側がやっぱりそれを一番警戒してるみたいで、まあちょこちょこ動いたり。そうだね、ちょこちょこ動くしさ、受けれるじゃん。そう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 、一ぐらい空中上があるから
あ、いぶきは下中継つながるんだ、EXS の後。なるほど。おお、なんかいろいろ来たよ。これ以上前行かない、みもちゃんが。は勝てる方選んだ。気持ちよくなりたい方。あ、ここがみもらが取って。いちいちでみもちゃん。ピアさんからマイクをいただきました。マイクいただきましたね、ピアノさん。デビューの伝説のピアノさん。ピアノ。ゴマイク檜山さんで、でアシスタントマイクがアシスタント太郎です。太郎ですか。これ太郎さん因縁の対決ですか。これそうですね、リンゴさんは切れるんで気をつけた方がいいですね。リンゴさんいい感じですよ。あ、今日は檜山で誰と勝ちるんですか。今日はね、アッチ、アッチ、どっちが、まあ高校の先輩でもあるアッチと、ね、どっちが上かという、分かりましたよ。俺は平吉さんとやるわ。なんで星に逃げる。じゃあ星じゃないよ。平吉さんがやりたいんだって。えっ、うっ、それすぐ、さすがパンピーやで。いや今日ダメだね、あのいびきは。あのいびきダメだ、あのいびきダメだ。今日恥ずかしいよ、コインズとしては。コインズ、あのいびきは、これはもうコインズで失格ですね。あの響きは恥ずかしいね。ちなみにまずミモはどんぐらい弾けるの。ミモちゃんは、まあ8人かな。8弾ける。うん、本当に。あれ8人弾ける。弾ける。でもさ、ミモちゃんやっぱ上手いね、見てて。ミモちゃんは勝てる気しないもん。うん、うわ、お、え、ヘボリはどの、いや勝ちたのか。ヘボリ負けたら本当ご存知だったし。ゴブ、それちょっとね、ちょっと我らが高円勢としてはね、勝ち越して欲しかったけど。確かにね。そうで、ヘボリ今日強かったから、いいんじゃない。うん、ちなみにな、攻撃予選がありまして。ああ、言ってるんですよ。言っていいか。あ、いいんだ。あ、ダメか。あ、いいか。ダメでしょ。だってもう終わ、結果分かってるっしょ、これ。で、動いてるとは。加瀬さん、加瀬さん、これ、どんぐらい上がるんですか。攻撃予選の結果分かってるの。俺が今日勝ちるのは、マーチさんと、はい、平吉さんと、やっぱ行徳勢がいいかな。行徳勢だよね。ん、じゃあ俺が、俺今日ミモちゃんとやる。あ、やる。じゃあ、やっぱカズネ。でもカズネ一回勝ちたしな。俺じゃあミモちゃんも負けそうだよ。俺パンク引ける。身内リンゴ、え、マジ。あの、ガンギレリンゴ。たぶんこのエピソード話しますか。いやいや、リンゴさんの株がね上がっちゃうからやめましょう。高円寺大戦の話をしますか。いやめましょう。高円寺大戦ちなみに隔週でやってますいやでも、これ以前はもう、ね、今や、誰がおるんですか、常駐してんのは。常駐してんのは、まあ、ピヤマと、ピヤマ、レボリュー、ピヤマ、レボリュー、でしょ。高橋くん。高橋くん。あ、高橋くんの話はこれ、本来不必要やけどね。これね、で、あれだからね、あの、高橋くんのさ、うん、これ分かんないから、みんな。そうね。ちょっと、それがちょっと、なんかみんなにもっと知ってほしいと思う。高橋くん、もしこの動画を見たら、うん、俺はね、言いたいことはいっぱいある。すげえ。うますぎるでしょ。でもあれだ、あれ、ユリアンが赤取ってもダッシュして多分くぐれないもんね。誠だからね。うん、わかんないけど、多分。荷物はうますぎるわ。俺ね。あと最近、太平さんがちょっとね、出たがりだったね。大さんディスる。ディスる太郎。大さんは好きなんだけど、ダメでしょ。やっぱ終わったよ。うわ、ダメっぽい。ダメっぽい。強いね。2-2。2-2。
ちなみに三村さんにはいくつ引く気ですか。何が俺が、うん、7引く。なぜ7引きたい。ちなみに平吉さんは何引きたい。平吉さんはね、キャラさがまあ誠ウェイなんでね。いやでも松木さん倒す平吉さんですから。確かに五分。じゃあ五分引ければいいかな。いやーおい、3引ければいいんじゃないか。3引ければいい。3引ければいいと思うよ俺は。松木さん倒してる。ぶっちゃけ俺松木さん本当自信なくて。石君がすごい上手いじゃないですか。確かに上手いね。見てね、これ終わったよ。やらみたい。綺麗だよ動きが。綺麗綺麗。本当に綺麗。平吉さんが唐草から SA ちゃんと出れば負けるよ。負けるゲーム。平吉さん今日予選も突破してるし。あー、じゃあ俺らじゃん。今日俺ら強かったし。じゃあ俺が強かった。強かった。うまっ。はいはいはい。23？ これ今23ですか。23だよ。23ですかね。3-2-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 
コイン勢としてはまあドミちゃんとニンコさんお会いしたいけどお会いしたいんだけどちょっとねすぐ怒っちゃうからね今めっちゃカリカリしてるすごいプリプリしてるでしょウワさんも結構熱い人でしょウワちゃん熱いでしょうわかっこいいなに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 これ最初の始まりのやつみたいねえどうしようだよ待って待ってうわ何やってるか全然わかんないお互いはまあわかるけどねうまいうまいあでもこっからワンチャンのが誠でしょ、うん、一発食らえばねうーわうわあのコージの有名なあの松本っていうね結婚式か強い誠いるじゃないですかうわ投げちゃったファイルフなるほどね今ダッシュしちゃったのそうなのだからブローキングもずっと前々やってていやうまいねだから確定いや多分彼さん確定しないと思うじゃあやっぱねみんなそれはダメだよね違うここはねあれだから止めてたからいやーほんとスタイリッシュこの誠は高円寺であれボスさんがいるからあボスさんがいる最強の高円寺隊だと思う名称の師匠とかその辺でその辺本当じゃなくてしかもあれだからユンで師匠だったあでもユンに勝ったのは誰ですか僕ですはいそれは間違いみんな知ってると思う結構ボスさんはね高円寺ではね勝ったり負けたりしてそうですね高円寺のレベルが高いよ高円寺最高だよちょっとみんな来てほしいそうそうそうボスさんはこの配信を見てないことを願おう含めたら偉いこっちゃ偉いこっちゃおこれ、お前、今のとこ合格しちゃうやべえ、うまいうまいこれ、キャラさ結構あるんじゃないですかいや、わかんない誠よりっぽい、けどこれ、ま、これ誠より誠よりはいはい、もう止めにはいいよ止めにはなくて、別次元だ止めにはねわわ止めには右翼だけどねそれダメですよそれダメですよ分かんないうわ痛い痛いいやこれは有利っぽいね誠がよく分かんないけどキャラさとかよく分かんないけどあちょうわありがとうございますなんすかヘボリ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 変わるじゃん違う違う3人ってやった3人高円寺勢と高円寺勢の最近の最近の公演勢はどうなんすか寂しいよね、タイトルだから寂しいよね寂しいねタロウくんの今日のビジュアルがやばい可愛くなった いいのこれでっていうえ、彼女できた
どうしたの？いいですか？早くね？なんなのこいつだけリア充っぷりをさ。これ初任給はないんすかと。初任給はショートランドですよ。親が泣くわ。いやだから数ですよ数。じゃあどうしますやっぱ高円寺になくてよかったっしょ。ダメだよ必要ないダメだよ。高円寺的になんかいいこと最近行ってないかわかんないよ。で俺もツイッターやめたから。いろいろね。え、誰が言うの？ないけど、いろいろあったわけです。マイクじゃないな。デボリはなんかいつ結婚するの？俺は早いと思うよ。いやいや、結婚してよ、早く。結婚したいよ。例えば、アツシさん結婚するらしいっす。おお、言っちゃいますよ。うん。いい。これ、初めてだよ。これ、どこまで OK なの？全部一緒。アツシ結婚したないあるよ。結婚したないかいって。けど、ねえ、なんか呼ばないと。誰も見たことないですよね。そう。もしかしたら男かもしれないし。妄想かもしれない。妄想か男か。自衛かもしれないし。やばい。やばい。四三？うん。なんで俺今日負けたの？それ強くない？なんでそんな強い勇気が言ってもらったの？さあ、こいつはさ、宮崎以外体感に弱いよ。俺超今日はセンサーだ。今日の太郎がセンサーに負けたとの背中から負けた。完全にすすけっすわ。次は俺と平吉さんで。なんだなんだ。俺と和也さん。3回しかできない。なんかいろいろ見たよね。見た。最近の高円寺勢、そうか、高円寺勢とは何なのかって話だってね。高円寺勢同士でやると高円寺でやれって言われるよ多分。そう高円寺とか高円寺住んでないから。そう、みんな高円寺。俺も川越だしね今。ただの九州だから。博多だから。一番遠い高円寺。喫水の高円寺なんかいないからね。いないない。もうおっさんぐらいだ。マサツヤ、おっさん。おっさん、これ見ないことを願おう。おっさん見ないでしょ。おっさんを貸し出してるの。いや、そうでしょ。でも、おっさん対檜山の、ね、おっさんがナイプして、ターゲットコンボから鉄さん打った時のあの顔やばいよね。あれ、ナイプだったのあれ。あれは取っちゃう。でも、おっさんいい人じゃない？すごい。うわぁ、かっこよすぎだろ、この誠。400くらいでしょ、その。吹き上げをさ、ほんとに対空として使える。やばいよね、全員吹き上げだよ。どうなの？なんかね、地方のものから出してもらえば、これだけね、動画とか出れるのは羨ましい。そう、トロ今何やってんの？どこでやってんの？サードとか。サードはやってないっすよ、あんま。やってないの？俺と一緒だね、じゃあ。そうそう。やんない方が強い。そう。今日の俺がそうだよ。うん。だって、前回さ、檜山さ、全然練習しないで逆に優勝したんですよ。やばくない？サードはほんといいのかなって思うよね。うん、お前、実際に書き込んだの？書き込んでないから。書き込んでないから。今日、サードから終わったから。あ、終わった。お前、書き込んだの？書き込んだ。あれは俺だね、ごめん。今日サードが終わったってやつでしょ。あれは僕ですね。いやでもいいよね、高円寺勢仲いいからね。仲いいよね、仲いいね。高橋君でも切れるから、そろそろ。あ、もう6枚であげてよ。高橋君みんな知らないんだもん、あんないいキャラの。ねえ、高橋君超いい人だよマジ。あと3回ぐらい。そしたらもう檜山と太郎がやって、え、ていうかさ、俺たち何しに来たんですか、ここまで。俺は平吉さんとやるために。俺誰だよ、俺マグさんだろうか。何だよ、神谷さんか神谷さんがいるから。神谷さん、もしくはミモちゃんかって。ミモちゃんでやっちゃう。いや、やるよ。ミモちゃん、アツシと俺だ、もしくは。あっちやん、ちょっと痛いかな。あ、じゃあやるか、それでいいよ。
高円寺やればいいや、高円寺やんないから、あんまり。やんないから、そうそうそう。だって俺スロット打ってるし、ね、最近。そうなんだよ。やーりおる。うわ、ドイツ。もうちゃん無や無面だから。うぶきってさ、おっぱ大きいのしてた。まことばっぱ大きいよね。まことばまことといぶきだけなの、どっち。え、だけだな。だけだよ、いぶきだよ。いぶきだよね。だってアンスレッドに手入れたいでしょ。わかる。まことあるよ、なんか、セクスだそうな、エロスがある。なんていうの、俺の区内をさ。20発、20発。全部出してほしいみたいな。パパパパン、かしや。どうなんすか、最近檜山さんのキャバクラ事情は。あ、覚えた。檜山さんのキャバクラ事情はどうなんすか。キャバクラはね、ダメですよ。小文字ばっかり。小文字ばっかりダメ。何なんすかね。いや、僕もダメだね。あ、そう。彼女を作る人になれないっす。ダメです。カードって彼女できないと思う。できない。こんだけ言いますと。あら、いいよ。何、小文字さんが彼女をいたことを見たことないよ、俺は。ヘボリューの彼女の話する。ダメだ、やめよ、やめよ、やめよ。これは闘技乱調言うか。ヘボリューから闘技に出ることは果たしてあるのか。あ、今日の様子を見ると、まあワンチャン、ワンチャン。今年出なかったらないよ。今年で引退するから俺も。あ、そう。今年引退して、いろいろ乱調言うとぶっちゃけて引退するから。そうだね、マッサン公認だから。ボスさん面白いのか。そうせ、あのボスさんがチャリンコ乗るのぜ。あの写メ公開したがいっぱい。あの写メ公開したがいっぱい。それツイッターやめる前にそれすべきだった。そう。すごいかっこよかった。あ、ボスさんはいつもバイク、地味に、地味にボスさんの動画出てくると、毎回ジムいくらっていうコメントがあるんだけど、あれで俺だから。やばい、本当にと。なんだろうね。そうなの。ああ、なんで見てんの。ああ。早くツイッターやんないと。ヘブレさんもうやんないですか、ツイッター。だからね、当分はいいやって感じ。何があったの。なんもないけど、単純に情報の視野選択が下手だから、単純にそんだけなんだけど。やばいやばいやばい。酒を掘るのがある。俺は言うからね、禁止した。俺さ、メスタブがさ、メスタブのパンのこと知らなくてさ、ツイッターに、今日、頑張れ、もうすぐ、米ぶっこし。大丈夫ですか。もし、マサノシ頑張れ。マサノシ、マサノシ、マサノシ負ける。いや、これは負けるわ今日。マサノシ負ける。これは今日ダメだよね。ダメだ、これは今日ダメだよ。マサノシさん64でミモちゃん、すげえ。